こんにちは、速稼塾の子です。今日はですね、サラリーマン YouTuber J の第5話になるのかな、メッセージをお伝えしようかと思います。これはですね、今会社員をしながらどんな情報発信をすればいいのか困っている方にとってもね、非常に役に立つと思いますので、そういった方はね、最後まで聞いていただければと思います。お便りいただきましてね、いろいろと私の前回の動画を見て迷うところがあったので、再度確認のためのメールをいただきました。端折って読まさせていただくとね、動画本数はどうなんでしょうかってことと、あと映像時間はどうなんでしょうかってことが主になっています。これから私がお話しすることを参考に聞いていただければと思います。まずはですね、動画の撮り方なんですけども、数が多いのはまあ当たり前なんですよ。情報発信業をするわけですからね。だから多くの方に気づいてもらわないといけませんから、アクセスを集めるってことにフォーカスしていただきたいんですよ。その中でですね、私が伝えたいこと、自分が伝えたいこと、こういうのと、あとはね、取って出しといって、いろんなね、アクセスを取るためにその日のニュースとか時事問題とか自分の感じていることなどを3分から5分ぐらいで取っていく。これを量産するわけなんですよ。もうテーマは本当バラバラで構いません。これを量産しましょう。これフランクに伝えて構いませんので、本当にね、自分の思ったところ、個人的解釈で結構です。これが9割ぐらいです。そして1割が、残りの1割が本当に自分が伝えたいこと、これが企画と言いますよね。どちらかというとオフィシャル感のあるものになってきます。自分が得意分野とすること、もしくはいっぱい解決してきた問題があると思うんですけども、そういうので誰かの役に立つ問題解決をすることをここで伝えていきます。これが全体の動画の1割になってきます。この割合でやっていきましょう。そしてですね、サラリーマンとしての特性を生かすために、私は動画配信の中でね、絶対に入れていっていただきたいなと思うのが、まずはね、会社に勤めてらっしゃると思いますので、必ず朝礼あると思うんですよ。朝礼を順番にやると思いますので、自分の朝礼の番でしたら、自分が話そうとすることを同じように YouTube で話せば良いだけです。自分の順番でなければ、誰かが話したことの中で、あ、この話良かったなっていうものをですね、それを1分間でまとめて話すようにすればいいと思います。いや、今日の朝礼、いいとこなかったよっていう風な感度のつけ方ではなくて、絶対にどっかにいいところがあるというふうに、ポジティブに受け取ることによって、それを自分のコンテンツとするわけですよね。人の話したことに無意味だと感じるのは自分の受け取り方がですね、未熟だからそう感じるというふうに捉えて、どんな人のどんな話でも絶対に自分の学びに変えていくような、そんなね、思考のチェンジをするというふうなトレーニングでやってみてください。そしてですね、朝礼のない会社、これは非常に危ない会社ですね。早くやめた方がいいです。次ですね、こういうことはどうですかね。私が会社に入って、この会社に入って自慢できること、これを話してみましょうよ。この会社に入ってこんないいことがあった、こんな新しい自分のスキルが身についた、得たものとかね、そういったものがいいと思いますよね。絶対あると思うんですよ。何もなければ早くその会社を辞めてください。で、あとですね、せっかくこの会社に入社させてもらったのに、まだね、恩返しできてないことってあると思うんですよ。じゃあそれも告白していきましょう。これも毎日出てくると思います。で、次なんですけども、どんなネタがあるかと言いますと、こういうのがありますよね。例えば自分が今勤めている、会社員として勤めている我が社、もしくはその我が業界の、改善点ですよね、ウィークポイント、こういったものを話してみるといいと思います。で、次がですね、我が社の強みですよね。どんな会社にも強みがあると思います。どんな業界にも強みがあると思います。だからあなたは会社員として雇われてるわけですからね。強みがなくて弱みばっかりの会社って、人をもはやですね、雇えないと思いますんで、そんな会社ないと思うんですよ。ですんで、いいところも悪いところもあると思いますので、両方自分の目線で冷静に捉えられているかどうかを試す意味でもね、こういった日々の情報発信で訓練してみるといいと思います。毎日通ってるところですから、すぐ出てきますよね。で、出てこないとすれば、その会社にあなたがいる意味は全くないので、早く辞めた方がいいと思います。次です。私が社長だったら、まずどんなことから始めるかっていうものをトップ10で毎日1個ずつ、今日はトップ10から紹介しますという形で9、8、6、5というふうにね、カウントダウンしていって、最後に私が社長だったら絶対にこのことから始めますっていうのを最後トップ1で始めていけばいいんじゃないですかね。それで動画って10個ぐらいできるでしょう。多分会社に対しての、社長に対しての、経営陣に対しての、不満とか気づきってあると思うんですよ。もしその気づきがなくて、いまだにその会社に勤めるとすれば全く無駄なんで、早く辞めた方がいいと思います。で、最後になります。今回の動画の最後ですけども、自分が社長になったら、この会社でやっていたことの何を辞めるかですね、何を辞めるかのトップ10、これもランキング10からトップ1までカウントダウンしていけばいいんじゃないですかね。これもやっぱりいっぱい出てくると思うんですよ。この会社いつまでこんなことやってんだよ、やめればいいのにみたいなことがね、10個ぐらいすぐ浮かぶと思うんですよ。もし浮かばなければ、その会社にあなたがいる意味はありません。
もしくはあなたが労働市場にいる意味もないかもしれないですよね。まあそういうことでね、ちょっと厳しい言い方しましたけど、あのサラリーマンというのはいつも私が今言ったようなね、厳しい環境にさらされているはずなんですよ。少なくとも社長というのは今私が言ったことを同じことを望んでいます。それに気づくのも社員の役割だと思うんですけども、いかがでしょうか。それでは今回はちょっとね、辛口でお届けしましたけども、まあ真剣に考えるいい機会になったと思いますし、もしかしたらもうすでにそういうことを考えているからこそ会社員以外の副収入を目指しているんだと思いますからね、頑張って取り組んでみてください。それでは以上です。